ウルフ RPG エディターとは、スモーキングウルフが開発した RPG 制作ツールである。略称は、ウディタ。フリーウェアとして公開されており、無償で利用できる。組み方次第では、アクションゲーム、シューティングゲーム、シミュレーションロールプレイングゲームなども制作可能。オリジナルの RPG が制作できるツールである。サンプルデータが同梱しており、 そのデータを利用した RPG はすぐに作り始めることができる。作成したゲームは配布することができる。もともとはシステム自作を前提として作られたツールであり、戦闘やメニュー画面などの基本システムを一から作成することができる。2007年8月28日に機能テスト用バージョン0.70が公開され、2008年3月13日に、 正式版バージョン1.00が公開された。公開後は、機能追加やバグ修正といったバージョンアップが随時行われている。2009年からは、スモーキングウルフによって、ウルフ RPG エディターコンテスト、通称、ウディコンが、年1回開催されている。また、大幅にシステムが更新された。 バージョン2.00正式版が2011年10月27日に公開された。2011年11月16日にはガイドブックウルフ RPG エディターで始めるゲーム制作が発売された。2013年8月9日にはバージョン2.10正式版が公開された。新たにダウンロード機能が追加され動作指定のコマンドの追加。 変数やデータベース等のデータ取得方法の追加のほか、バージョン2.00系列における動作改善や不具合の修正がされた。また、描画関係の仕様の変更に伴い最新バージョンと前バージョンの 2.02A の2種類の挙動が選択できるようになった。2017年3月22日にはバージョン2.20正式版が公開された。 HD 画面に対応し、これまでの4、3に加えて16、9のアスペクト比、最大で 1280X960 や1280、X720 の画面解像度を選択可能になった。また、ゲーム画面サイズとタイルサイズを個別に指定可能になり、多数の不具合改善並びに機能追加もなされた。2018年6月1日に公開された、 バージョン2.22でディレクテックス11に対応し、処理速度と安定性が向上した。2021年4月16日に公開されたバージョン2.26で動画再生に対応した。主人公ウルファールがウルフ RPG エディターを手に入れるために冒険する RPG である。街の人は機能の紹介をしてくれる。条件を満たすとエディト。 唯一が仲間に加わる。なお、2007年頃の機能テスト用ベータ版では、サンプルゲームが、完成版とは異なっており、同作者のシルフェード見分録のキャラクターを用いた、マップ移動型 RPG 化した別作品が2007年頃のベータ当時は、サンプルゲームになっていた。ウルフ RPG エディターどんなゲームが作れるの ウルフ RPG エディター2017年10月29日シルフェード開発日誌ウディタボン観光ウルフ RPG エディターでワイド HD 画面のゲームを制作可能に新バージョン V2.20 が正式公開窓の森2017年3月23日 AB ウルフ RPG エディター更新履歴ありがとうございます